パジリック古豪墳湿度の壁面を大いに見られる、乗馬する男パジリック古墳湿度の絨毯。パジリック古墳群、またはパジリック遺跡とは、ロシア連邦、南シベリアのアルタイ地方中央付近、アルタイ共和国の標高1600メートルのパジリック菓子にある大型円墳5期、小型円墳9期からなる、墳母群。1929年に、MP グラズノフと s イルデンコ。 1947年から1949年にかけて SI ルデンコによって大型塩粉5基を含む8基の粉墓が発掘調査された。年代については発掘担当者は紀元前5世紀と考えたが紀元前3、同2世紀のものと考える研究者もいて論争があり放射性炭素年代測定では紀元前400プラスマイナス140年の 測定値が出ていると報告されていた。2000年にエルミタージュ博物館所蔵の最も新しい墳墓と考えられる5号糞湿度の織物を改めて測定すると、紀元前383度332年の可能性25.4%、紀元前328度200年の可能性74.6%という測定値が得られ、測定者のーボナに アイファジェデスらの研究グループは、紀元前260度250年の年代を与えている。なお、母質用木材を年輪年代法で検証したところ、大型粉5期は前後48年という短期間に構築されたことが判明していることから、この古墳群の年代は、紀元前3世紀前半頃と考えられる。大型粉は、粉球の直径24から47メートル。 高さは2から4メートルの石石塚でその地下に深さ4から5メートルで、広さ50平方メートルほどの長方形の母校を掘り、内部に1.2から1.5メートル、広さ8から18平方メートルの母室を作っている。母室は、唐松材の丸太を交互に組んで二重の壁を立て、内部に計1メートルの唐松の丸太をくり抜いた、長さ3から5メートルの木管と副装品を収める。 母室の天井の上には、バグをつけた、巨星馬が7から14頭葬られており、大型墳のうち1機から馬車が出土した。クルガンの墳球は、さらにその上に、白樺樹皮、干木の枝、丸太が敷かれ、土をかぶせて、石が積まれているという構造である。高地で寒冷な気候とクルガンの特別な構造、つまり、流れ込んだ雨水が、墳球の奥深く染み込んで、 冬の間に凍結したものが、墳墓の森土に、石が積まれているために夏は熱せられるのを防いでいた、ことによって、洞窟を受けてはいたものの、造営直後から永久凍土中に、館内の遺体を始めたの条件では腐敗しやすい馬の、遺体、あるいはフェルト、織物、比較、木などの有機物を材料とする遺物が氷漬けの状態になって、良好に保存されていた。遺物には、 土器や金属製品、木、織物、皮革などを材料とする衣服、生活用具、送信具などが見られた。遺物に用いられる文様で特に多いのは、スキトシベリア様式というスキタイ独特の動物衣装の文様で各種の植物をモチーフにした文様も多く見られる。この遺物に見られる文化の担い手については議論があり、ルデンコ、エムワイアルタモノフはイラン系のサカ族で、 中国資料で言う月氏であるとしているが、江上波浦は月氏にしては、北方でありすぎるとして、これを認めていない。実際の被装者は、東枕で、墳墓中に男女一組の合奏とするのを原則としたこと、男性は170センチメートル以上、女性は150センチメートル以上と長身で、担当、毛髪は硬直毛ではなく柔らかで栗色やブロンドがあり、 人類学の分類で、コーカソイドに属すると思われるが、モンゴロイドの根結がある可能性もあると考えられている。遺体は、脳と内臓、筋肉を除去してミイラとして治めている。男子のうちに号分で発見された一体には、両手と胸背部及び右足に、四足獣や怪獣、魚などを表現した黒色の入れ墨がある。服装品には、 謙遜最古と考えられる西アジア産のコリアンダーの種子、西アジアの中でもペルシャ産の精巧な毛織物や絨毯、エジプトからの宝飾品やウィーズ、インド洋岸産の小安貝、中国産の青銅鏡、絹織物が西方の隙体文化の系譜に連なる動物,物模様で飾った遺物に加えて出土し、当時の東西交流の盛んな実態を示す貴重な資料となっている。加藤九祖。 シベリアの歴史、木の国や書店、2018年 48p。加藤九祖、シベリアの歴史、木の国や書店、2018年 49p。ありがとうございます。